こんばんは。こんばんは。5月18日月曜日、夜9時 Q チャンネルの生放送ザ・ゴールデンは司会の徳光正幸です。勝恵子です。よろしくお願いいたします。今日はですね、こちらの3人の外国人のパネリストとですね、共同通信社の辰野さんと一緒にですね番組をお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、本日本場スウェーデンからいらっしゃいました、はい、ダニエルさんが初登場です。よろしくお願いします。ダニエルさん、こうやってあの座ってると分からないですけど、立つとすごいでかいんですよ。周りの人が座ってるからあんまりね比較ができないんですけれどもね。190センチくらい。95です。95センチ。スウェーデンの平均なんです。平均か。こんな。95が平均か。ねえ、ここすごいね。でかいですね。その割にスポーツ全然強くないっていうのも。さあ、まあ、ダニエルさん、はい、日本の大学ってそうなんですよ。はい、入るのは簡単で出るのが大変そうじゃない、逆だ逆だ。それはあの海外だ。そう、ね、入るのがすごく難しくて、はい、出るのはもうね楽なんです。そうみたいですね、はい、でもスウェーデンの大学もあんまりなんか難しいではないと思うんですけど、うん、難しいですけど、うん、なんかアメリカ、僕はアメリカの大学で4年間行きましたけど、うん、それはなんかスウェーデンの高校みたいに宿題がたくさんで、うん、出席もすごく大切で、うん、全部まとめてなんか なんか成績いきますけど、うん、スウェーデンとかヨーロッパで、多分出席とかそんなになんかね大切じゃなくて、うん、なんか深いとか長い作文とか書くことか、うん、それが大切なんですけど、うん、はい、でもやっぱり日本の大学よりは大変そうな感じがする、うん、日本料理を知れば世界の暮らしが見えてくる。世界の食卓から。今日のお国はスウェーデン王国。北ヨーロッパのスカンジナビア半島に位置し、白夜オーロラなどが見られる北欧の美しい国です。またノーベル授賞式が毎年行われる首都ストックホルムは全世界の学者研究者にとって憧れの場所です。そして最近スウェーデンといえば世界最大の家具チェーンイケアのみならず、去年アパレル業界の黒船とも呼ばれたあの H&M と人気ショップの生みの親でもあるんです。そんな安くていいものを作り出すスウェーデンの人々、一体どんなものを食べているんでしょうか。ということで今日は来日2年ダニエルさんにスウェーデンの食文化を紹介してもらいます。さあ、ということですね、本日はスウェーデンの食文化を、ダニエルさんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダニエルさん、あの吠えた写真だったけどさ、はい、ああいうキャラクターなの？あ、なんですか、はい、あのうっしゃーっていう感じ。そうですね、カッパラですね、はい、なるほど、はいはいはい、その割にちょっと猫背だからまっすぐになる。さあ、そんな、猫背のダニエルさん、プロフィールご覧いただきましょう。名前はダニエルさん。この写真かっこいいじゃん。かっこいいですね。いや、そうですか。本人もかっこいいんですけれども、なんかモデルみたいですよね。さすが195センチ。さあ、来日2年目で、アメリカで日本語を勉強して来日したと。アメリカの大学っていうのは先ほどおっしゃってたアメリカで5年間学んだ。そうですね、4年間なんですよ、うん、大学で。でもジャーナリストも勉強するためにアメリカに来て、うん、でもそこで日本人とかいろいろなんかね友達できて、うんうん、日本文化がすごいブーム流行って、あそこからそこでオレゴンですね、西海岸のことだから、日本人も多くて、うん、そこでなんか日本の興味もなって、うん、まあ日本語もしよう勉強しようと思ってで来日して運命的に座っていますけど。ってことは4、5年、5、6年しか日本語喋ってないってことでしょ。そうですね、4年勉強してだと2年から。あ、すごいな、ね、うまいですよね、びっくりしちゃいました。さあ、そして言語がですね、当然スウェーデン語が喋、ることができまして、英語、ドイツ語、ここまでわかりますよ。これ、ね、なんで佐賀弁なんだ。サガ弁喋って、サガ弁ガバイシャバレンケン、シャバレンケン、ガバイばあちゃん、ガバイばあちゃん。なんでサガ弁なんですか。なんでサガ弁。2年住んだけど、先生の ALT という仕事を、うん、なんか仕事は、うん、サガに行きなさいって決まったんですけど、うんうん、全然知らなかったですよ、サガというところがあって。知らないよね、はいはいはい、こう言ったらなんだけど、でも結構いい経験になってとてもいいところで、うん、
はいはい、もう結構ね佐賀出身のタレントさんってね花輪さんがいらっしゃいますけれども、ねうん、意外とみんな隠したがるんでね、はい、福岡出身とかね牧瀬里穂さんとかねそういうことを言ってましたけども、ねはい、実は佐賀出身だったとかね、はい、そういう県で佐賀弁を学んだ。さあそして、趣味が旅行ということなんですけれども結構いろんなとこ行くの？そうですね、いつも貧乏ですから、うん、その理由はいつもなんか、うん、ちっちゃい旅行とかいっぱい行ってるんですけど、うんうんうん、なんかこの前とか、うん、越後湯沢温泉とか川ですね。国内で？国内ですね。あ、日本旅行、旅行もたくさんお金あれば、うん、世界の旅行もしますけど、越後湯沢とか渋いとこ選びますね。渋いですね。雪国とか感じ、雪国、はいはい、雪降ってる時行った？ちゃんと、うん、そうですね、雪降ったですね、うん、なんかこのトンネルの後で。おなるほど。一切もうそうなことです。あのね、越後湯沢、駒子さんもいました。え？駒子さんもいて、新潟でね一番偉いのはね田中角栄っていう人だからね。そして好きな芸能人ですけど、柴崎幸さん。これ普通のその辺のあんちゃんと一緒だよね。綺麗やっぱり。綺麗ですね。あとかっこいいです。なんか映画とかゴーとかを見て、うん、それも日本の行くきっかけですよ。なんかあ、本当？ゴーってあのなんか久保塚洋介ですね。そうですね。在日韓国人の人もね、朝鮮の方のね話ですけれどもね。さあ、それではですね、ダニエルさんが普段日本でどんな食生活をしているかっていうのをですね、写真撮ってきていただきました。ご覧いただきましょう。こちら。バラエティ飛んでるな。ね、本当いろいろなものを。これすごいですよね。これ。懐石料理。何？なんか裏金の渡し合いとかしたのこういうところ。そうですね。懐石料理。旅の一つの箱根行って。あ、なるほど、ね。旅館で泊まってその、食べ物を食べました。好きなんですか懐石料理、はいはい？日本の料理。全部好きですよ。あ、本当。どこ箱根の結構いい旅館に行ったの？いや、そんな、でも、まあ、そんなでも写真出てんだからちょっと褒めなさいよ、ね、いやでもね、本当にね、バラエティーとね、なんか12チャンネルとかでやってそうな感じ、はいはい、テレビ東京とかでね、なんか熟女女優2人で訪ねてる感じ、はい、さあ続きまして火曜日ハムとグリーンピースのパスタ。そう、はい、それは家庭料理で、うん、自分のお母さんよく作る、うん、私は誕生日の前のいつも作りましたけど、はいはい、これもじゃあダニエルさんが自分で作るそうですね。あの写真は、今多分、うん、先週作って、うん、たまに家で作りますと、パスタと生ハム、生クリームとハムとグリーンピースのことです。じゃあこのパスタの中に、あ、この中にもう生クリーム入ってたりする？入ってますよ。なんかちょっと見にくいですけど、はい、はいはいはい。あ、そっか、ちゃんと作るんですねご自宅でもね、うん、さあそして、お好み焼きときまして、はい、これ友達と行った感じだね。じゃあそうですね、大阪行って、大阪スウェーデンの友達も来て、その日本のいい紹介したかった。すげえ日程だな。箱根から自宅はだって東京でしょ。はい、箱根、東京、大阪って忙しいね。忙しいです。でまた自宅に戻ってきてるんです、ね、戻ってきて、うん、大好きなアボカドを作って、これは自分が考えた料理なんですけど、豆腐、アボカド、卵という、なんですけど、創作料理。はいはいはい、うん、ね、最後ローストビーフということでね、ちょっと変な食べ物ですね。なんか日本のなんかアルカトラスイヤーというレストランで、東京のレストランですね。で、いろんななんか病院的なもので作りました。知ってる知ってる知ってる。そこで食べたんだ、ローストビーフ。そうですね、それも友達の紹介でしようと思って。そうね、月曜日と金曜日は割合と高級な感じでね、あとの3日はまあそこそこっていう感じですけど。さあここでダニエルさんのね、母国スウェーデンの食文化を紹介していただきましょう。勝さんお願いします。はい、食文化の当たり前です、はい、世界一まるまるな缶詰、うん、シュールストレミングは国民の9割が嫌い嫌いなの？そうですよ。そんなもんなんでわざわざ日本とかでやるんですかね。ねえ、ねえ、もう本当勘弁してほしいな。あ、そんな感じですね、はい。さあこのシュールストレミングなんですけれども、こうですね、うん、そうですね、実はね、うん、世界臭いガンバメね、世界一、そうですね、うん、これ戦争を、うん、使うウェポンですよ、これリーサルウェポン、はい、最終兵器。それを使ったら、これ飽きたら、うん、なんかね、敵は、うん、多分2キロ後はみんな死ぬ死ぬって、まあ、近寄れない。いいのこれ、そんなの、はい、あ、これほら今我々のね番組のスタッフが、はい、雨も降ってないの、これすごいよ。化学兵器と戦う人たちみたいですけどすごいな今まさにね、この人差し目で多分匂いが出てくるわけですね。そうですね。これどう感染列島とか映画みたいな。そうですね。気の毒だな。かわいそう。ここま
でやっててですよ、カツさん。うわぁ、これかわいそうだな、本当に。ねえ、テレビって大変だな。大変あれ、スウェーデンの人って家でそれ開けたりする？あ、家でしたらちょっとダメですね。あ、そう、はいはい、外でもちょっとダメですよ、みんな。どこで開けるのじゃあ。そうですね、砂漠の真ん中。鳥取砂丘とかでね、やるしかないです、はい、さあ、でも、これね、あるんですね、今スタジオ、ここに目の前に、はい、2キロ先までね、人間を脅かす脅威がここにあるわけなんですけども、はい、これここに開けちゃうとね、問題なので、じゃあこれ僕がこの ガムテープをね、はい、今上に貼ったんですけど、じゃあ徳光さん、香りを嗅いでみてください。うわ、俺本当に嫌なんだよ憂鬱だなカツさんもどうですか？いやいやいや、すごい臭いよこれ。いいですいや、もうぜひ香りを嗅いでください。別にちょっと鼻毛全部抜きたい世の中体験しなくていいこともあると思います。ありますよね、はい、すごい、もう東京の川とかすごいいい匂いですね石原都知事頑張ってるなみたいな。これね、それでしかもここにあるんだよ。どなたかで、何言うの？母国の、ね、愛してないの？僕ね、変えたことあるの？大体自分、うん、そうですね、ないの？ないですよ。ちょっと嗅ぎなさいよいきますよ、はいはいはい、もっともっと顔近づけるの、はい、おかしいよね、愛国心は愛国心ないの？これはひどいですよ。こんなもんね、食いもんじゃないので、食いもんじゃないって言った後に、皆さんにおすすめするのもなんなんですけども、これ食べたいな、興味ある人。お、私食べたい。お、ね、辰野さんと奥さんさんはいけるという感じですけどね、うん、はい、私好きです。じゃあこれ、じゃあこれパンに乗せて食べるといいんですかね。じゃあお二人にプレゼントします。はーい、わー、辰野さん、はい、ありがとう。ちょっと矢野くんにも分けたい。矢野くんの前に、いやいや、開けるんだけど、綺麗じゃんね、これ。うーん、小肌みたいだよじゃあ、受けいただきます。うわ、くせー矢野、ふた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 、早くふたふたふた、ちょっと、うわっ、くせえ。さっき徳光さん大げさだと思ったんですけど、ほんと臭い、これ食べてる、食べてる。ある程度匂いはあるんですけど、でも食べると美味しいから、あんまり気にならない。タツノさんも大丈夫？タツノさん全然大丈夫ですか？結構しょっぱくて、風邪ひいてるしね。風邪ひいてるから、鼻が効かないから。でも全然大丈夫ですか？ロシア料理に塩漬けにしに味が似てるんですけど、草屋の匂いだってもっとすごいよ。そうだよ、草屋の方だね。もっとすごい、臭い、大変なことだった。いや、もうなんかスタジオ中にですね、スタッフはですね、スタッフなるべく我々全員でこの後パブリーズしなきゃいけないなと思います、はい、さあ、それではお知らせを挟んでダニエルさんに本当のおすすめの、スウェーデンスウェーデン料理を紹介していただきます。お願いします。なんか僕らやばい。はい、こういうことしないとね、長州力ね、エステ科学よろしくお願いいたします。今日はですね、ダニエルさんに本場スウェーデンの、家庭料理の方をですね、紹介していただきます。家庭料理でお願いしますよ。お願いします、ね、本当に。はい、教科書でスウェーデンの料理、うん、家庭の料理ですね、はい、こちらです。